激辛を高とし、頑固一徹堂のめちゃ辛ラーメンを食す。唐辛子100本持ってこい。茨城面白茨城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 面白研究所。右手が茨城。あ、茨城お立ちになってる。どうも、オスペンギン山中高俊です。同じくオスペンギンのデレスケです。はい。というわけで激辛を高俊でございます。出ました、激辛高俊さん。本当に、はい、前回の動画でね。そう、前回の動画でデレスケさんが星3つグルメということで、はい、上寿司のね、はい、頑固一徹堂さんに、はい、北海のりチャーシュー麺を、うん、まあ、食べたと、はいはいはい、いうことなんですけど、まあ、星3つだったという3つでした。見事ね、星3つを獲得されたんですけども、はいはい、まあ、そしてね、その頑固一徹さんにはメニュー、他のメニューでこの、はい、これよ、めちゃ辛ラーメンというのが、これが気になるのよ、ありまして、まあ、これの辛さが気になるということで、はい、まあ、店員さんにどのぐらい辛いのか聞くのが野暮だということで、まあ、私、激辛王高俊がどのぐらいの辛さなのか、皆さんにお伝えしたいと思います。いいですね、はい、というわけで、じゃあもう早速いいですか、注文しましょうか。注文しちゃっていいですか。はい、あ、山里おすすめはね、はい、チャーシュー、チャーシューの方がいい。あ、わかりました。じゃあ、あのめちゃ辛チャーシュー麺をお願いします。チャーシュー結構デレスケさんの動画では脂が乗ってるとおっしゃってたんで、はいはいはい、辛さをマイルドにしてくれそうな気もするんでそこは行かせていただきました。なるほど、はい、あ、来た来た来たよ。あー、すいません。うわー、美味しそうって感じで、辛そうって感じは、あー、そうね、でもこれがすごい、まあ、ちょっとね、赤いし、はいはいはい、こう辛そうな味噌っぽいのが乗ってるなという感じですね、はいはいはい、おー、美味しそう。激辛を高俊、はい、いただきます。はい、いっちゃってください。めちゃ辛って言ってもね、うん、そんなにこう注意書きみたいなのがいろいろ書いてなかったから、そうね、言うほどだと思うんで、まずね、その味噌溶かさずね、はい、辛い、あ、うん、でも美味しい。こんな嫌がらせ的な辛さじゃない。ああ、そう、うん、辛いの好きな人めっちゃ喜ぶぐらいの辛さ。お、いいじゃん、うん、いいと思う。美味しい。あ、いいじゃん。普通に美味しいよ。若いのがやっぱ、まあ、ついてくる。ついてるね。ね、麺にもついてるね。絡んでるね。赤いドット柄の麺。はいはいはい、はい、うん。もはや、うん。馬中高俊。あ、普段馬中高俊さ、うん。これ気になるよ、このね。これちょっと入れてみるか。ちょっとちょっと溶かしてさ、これがなんかすごい辛そう。どのぐらいになるの、うん、辛い辛い辛い、でも美味しい。唐辛子系、唐辛子系、あ、辛い辛い、あ、これは辛い、あ、一気に変わった、辛い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 、あ、これだ。これ溶かさないでギャーギャー言ってた自分が恥ずかしいぐらい、これがちゃんとすんごい辛い。めっちゃ辛だ、うん、あ、なるほどね。あ、徐々に山田さんの顔がなんかスープと同じ色になってきたよ。本当？赤くなってきた。山田、味噌溶かすと一気に本当に変わるわ。あ、変わる、激変した。うん。うわあ。ああ、いいじゃん。これがチャーシュー。でこれはちょっとね、辛みがついてるからね。油乗っててもいいよね。うま。ほろほろ。ね。うん。ほろほろ。口の中でほどける感じが。はあ。うん。なんか、うん、馬中高俊って感じ。あ、馬中高俊。うん、あの馬中高俊じゃなくて馬中高俊、山中高俊じゃなくて馬中高俊じゃなくて馬から。あ、来てるね、来てるね。うんうん、あれ。雨降ってきた？いや、屋根あるでしょ。ああ、かなりの発汗量だな。うん、暑い。これ撮ってんの冬なんだけどな。うわ、またまた汗が目立つ服着てるな。ああ、
あ、まあ、チャーシューも結構いっぱいあってね。いっぱいあるね。4枚ぐらい、3枚4枚はね。そうだよ、4枚ぐらい。大きいのはね。うん。食べ応えもグッドですよね。さすがに後半になってくると、辛いが強い感じになってくるね。なるほどね。うん。うまい、食べ応えあるから。海苔、おー、海苔だ。あ、なんか違うんだ、あ、海苔茶、海苔茶だ。うわ、海苔茶だ。なんてグルメな男だ。海苔茶で行きやがった。うわー、これこいつ激辛王じゃなくてグルメ王か。ここで海苔茶をかますとは。うわ、これは値千金だ。くぅ、うおぉ、うるせぇなぁ、うるせぇなぁ。おぉ、ごちそうさまでした。いやー、どうでした。いやー、美味しかったですね。ねえ、今回はね、頑固一徹堂さんのめちゃ辛チャーシュー麺、ズバリどんなラーメンだったでしょうか。まあ、油断してたらやられるけど、ビビりすぎてたらそれなりに大丈夫っていう辛さだったと思います。うんだそうでございます、皆さん。はい、というわけで、激辛大阪都市、俺に食えない激辛はない、また見てください。ありがとうございました。激辛を高田氏見事完食しました。オスペンギンからのお知らせです。現在、水戸駅北口ビストロ居酒屋食堂ヘイとコラボ中。会計時にこちらの画面を見せますと 5% オフになります。何人でも何回でも使います。ぜひ使ってね。この画面をスクリーンショットして見せても大丈夫です。ぜひスクリーンショットしてください。してますか？してます？何その、してない人いたから今。あ、いた？いた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 。どうしないと。皆さん、チャンネル登録、高評価、グッドボタン拡散お願いします。お願いします。本当に、ね、辛いんで、タオル持ってきた方がいいかもしれない、ね。ああ、なるほどね。これ食べる方は、はいはいはい、まあ、ティッシュもありますけど、はいはい、タオルぐらいあった方がいいかもしれない。タオルもおすすめだと、うん。タオルおすすめ。はい、まあ激辛全般に言えることですけど。ぜひです。ありがとうございました。